基本的なシステムはやはり三上真司が作った4のシステムが非常に優秀なシステムだってのはもう自他ともに認めているところなので、そこはもう変わらずに行こうと思ってます。まあ、ただ今回ですね、それだけではちょっとお客さんには申し訳ないと思ってますんで、5独自のシステムというものも入れていく予定です。バイオハザードもやはり時代とともに変わってきたタイトルですので、まあ、今の時代に合わせた形のものっていうところをまあ模索していると。そうですね、まあ、僕たちそのバイオハザード1オリジナルのスタッフからするとクリスって非常に思い出深い人間で、やはり彼がこの10年間語られなかったというところで、今回まあ彼という人間がどういう人間で、まあ、どういうようなことをしていたのかというところが語れればというふうなことで、まあ、シナリオを書き始めました。で、まあ、スターズという彼が所属する団体、まあ、これシナリオの中ですでにないというふうに語られているんですが、じゃあなぜなくなったのかと。で、まあ、その経緯からこう見えてくるですね、その彼の10年というところがまあ一つのキーワードですね。で、まあ、その10年があった上でのバイオハザード5という時代の設定になるので、その10年間を過ごした彼が5の中でまあどういったことにどういう形で決着をつけていくのかというところが大きなテーマになると思います。彼がその経験した10年というのはやっぱ同じようにユーザーにも体験していっていただきたいというふうに考えてますんで、まあ、それを促すような仕掛けはいくつか用意しているつもりです。そうですね、今回敵の数がですね、まあ、今まで公開されているトレーラー見ても分かるように非常に数が多いので、まあ、従来ですね、割とバイオハザードって限られた武器で戦っていくという話だったんですが、さすがに敵の数がこれだけ多くなってくると、今までのハンドガン、ショットガンだけではちょっとしんどいだろうということで、かなり武器のバリエーションは増やしました。で、まあ、非常にですね、1の時からある種、まあ、マニアの方にも人気のあるゲームで、実銃っていうところに非常にこだわりがあるというところありましたんで、まあ、4でちょっとですね、実銃モチーフのオリジナルの銃に変えてみてはしたんですけど、まあ、ちょっとやはりユーザーからはですね、やっぱ実銃が見たいとか、いう話が多かったので、まあ、なるべく実銃が使えるような方向で今頑張ってるところですね。そうですね、まあ、格闘要素が入るということではないんですが、まあ、4の時にはアクションボタンというものがあったと思うんですけど、まあそこら辺をまあちょっと拡張できればなと思って、バリエーション自体は増えていってます。だからその辺で格闘的なところも演出的に見せれますし、今までになかったアクションというのがまあ割とやりやすく楽しめるゲームになるんじゃないかなと。まあ、随分前作からお待たせしてしまっているバイオハザード5なんですが、まあ、今作ですね、いよいよ次世代機のパワーを手に入れてですね、かなりとんでもないゲームになりつつあるというふうに制作者一同思っております。ゲームのグラフィックもそうですし、ゲームのシステムもそうですし、ストーリーもそうですし、まあ、ある意味そのバイオハザードの、まあ、現時点での頂点というところまで高めれるんじゃないかなというふうに思っております。特にですね、バイオハザードシリーズとしてですね、多くのユーザーさんにいろんな形で期待をいただいていると思うんで、そういったところにできる限り応えていけるような内容になってるんじゃないかなと思います。で、まあ、近々ですね、バイオハザード CG ムービーっていうものも、まあ、公開されるので、まあ、それと合わせてですね、バイオハザード、まあ、ワールドと言っていいのかな、バイオハザードシリーズ全体のその各々のキャラクターのストーリーというところがより深くこれから掘り下げていけるようになったと思ってますので、まあ、これからですね、今年いっぱい徐々にバイオハザード5の全貌が明らかになってくると思いますので、今年1年間は週刊ファミ通ともどもですね、バイオ情報を注目していただければなと思います。
A final word from Mr. Takeuchi. Wait for the media summit.